建安16年西暦211年、益州の僕劉璋は長老の進攻に備えるため劉備に救援を求める。劉備は5万の大軍を率い劉璋の治める清泉へと向かった。劉備は軍規を厳しくし清泉の民に迷惑をかけぬよう命じたので民の心を強く引きつけた。劉璋は劉備到着の知らせを受けると生徒から府上に赴き、一門として親しく劉備を出迎えようとしていた。五子君、一計がございます。曹操にも長老にも国を渡さずに済みますぞ。おう、どんな妙案じゃ。劉備殿は五子君と同じ一門でお人柄もよく、いち早く使者を出して手を結び聖戦への加勢となされませ。うん、わしもそう思っておった。では宝生を使者とし慶州へ送り、劉備殿を呼ぶとともに毛達に5000の兵を持たせてお迎えに出されよ。弱きを合わせ愚かなるを攻め、道理に従い天下を取るは武の道、真偽は失いません。ことがなったら劉璋に高い位をお与えなされ。そうすれば義理も立ちましょうぞ。おお、まさに金石の言、この劉備忘れぬぞ。これで気も軽くなった。今宵は宴を開き、孔明と宝生殿を招いて打ち合わせをいたそう。もう申すな。玄徳殿は私の一族だ。害を及ぼすはずがない。ご主君、府上へ行くなど命を捨てるようなもの、劉備に殺されれば必死、行かれてはなりません。ご主君、この貢献、長い間禄をはみ、ご主君の危険を見逃すわけには参りません。お願いでございます。よくお考えください。決めたのだ。口を出すな。ご主君、ご主君、行かれてはなりません。どうかお考え直しください。お願いでございます。ここで躊躇されては、ご主君に何も良いことはございません。ご主君、ご主君、行かれてはなりません。お願いでございます。行くぞ。ご主君。ご主君、ご主君。ご主君。おい、止めろ。ご主君。ご主君、どうしたのだ。大類様です。ご主君が歓迎をお聞きにならねば、縄を切って死ぬと申しております。早く見せろ。益州十字大類、ご主君に申し上げます。良薬は口に逃がし、忠言は耳に逆らうと申します。諸の海王は屈原のいさめを聞かず真に囚われました。今長所を信じ劉備をお出迎えになれば、おそらく戻っては来られません。反対に長所を切り劉備との約束を絶たれるならば、聖戦の民も安心して暮らせましょう。生意気な。私が玄徳殿を迎えるのは、長老を抑え聖戦の民と祖先の大業を守るためだ。人心惑わし私を侮りおって何が目的なのだ、この無礼者めが。ご主君、お気をつけください。私失礼いたします。これまで王類は忠義を尽くしました。ここは手厚く葬ってはいかがでしょう。府上までは長い道のりだ。到着までは
何事もそなたが良いように計らってくれ。はい。出発だ。こちらが公宿です。公宿、どうぞ。遠いところをお越しくださり、かたじけない。どうか一礼をお受けください。遠く山を隔て戦に明け暮れ、一族でありながら会えずにいましたが、こうして会えたのは嬉しいことですな。あ、これは軍師の宝刀です。宝数と呼ばれております。あ、その他にもご覧の通り。それでは城内にお入りください。どうぞ。では、ご覧ください。ここに俯瞰とございます。